皆さんこんにちは、ギターの渡辺智之です。今回はですね、ギタリストベーシストならば、こういったこの楽譜の一番頭にあるような調合ですね、こうシャープとか、まあ、フラットのものもありますけど、それは後で紹介しますけど、こういうのが一発でギターベースを使えば分かる方法をご紹介したいと思います。ではまず、シャープから、攻略していきましょう。ここにあるシャープは、7つ書いてます。1,2,3,4,5,6,7。これでもうマックスです。これ以上シャープありません。7個で最大です。で、はい。この書いてる順番はこのようになってますね。あ、ちょっと光ってて見にくい。すいません。1,2,3,4,5。ここ3つ並んでます。2つ、3つ、6、7。っていう順番で並んでますね。で、まあこれが、まあ、一つも書いてなかったり、一つだけ書いてる場合は絶対ここだけ、二つ書いてたらこれとこれ、三つ書いてたらこれとこれとこれっていうような感じですね。で、これがいっぱいあると、これキーがなんだろう、あ、そもそも調合っていうのはその曲のキーっていうのを表してます。中心の音ですね。これはメジャーであったりマイナーであったりしますけど、これ最初に言うべきでしたね。では、まあこれをギターを使って、あるいはベースを使って、パッと一発でわかる、4つ書いてたら、はい、これキーなんです。1つやったら、はい、これなんですって分かる方法を、次は指板の表を見てちょっと説明したいと思います。はい、ここに、指板を表しました。で、ギターだとここが6弦、で、ここが5弦、ベースだとここ一番下4弦、3弦っていう風に見てもらえればいいと思います。もうこの上は関係ないです。で、ここはフレットの番号です。で、ここ、ギターでいうとこの5弦の3フレット、ベースでいうとこの3弦の、3フレットに C があって、でここに G があってっていうのをまずこう確認してほしいです。 D があって、 A があって、 E、B で、次はこの同じ間隔でこう書かれてますね。1フレット飛ばして、でここに F シャープがあって、 C シャープがある、こういう状態になってます。で、これがですね、このシャープ系なんですけど、さっきのこんな感じです。はい。この C っていうのは、まあ、ドレミファソラシドなんで、つまりシャープとかフラットとか一切入ってないですよね。ドレミファソラシドなんて、ソシャープとか 何もないです。ってことは、シャープが0、まあフラットもですけど、0の時は C ってことです。で、シャープが1個ついてるとキーが G ってことです。で、2個ついてると D。3個で A、もう同じく4個で E、5個で B、6個で F シャープ、7個で C シャープ。まあこれを、間違って G フラットとか D フラットって思わないでください。シャープ系なのでシャープついてるっていうふうに思えばいいかと思います。すごく規則的にこれ並んでますね。なので、まあギターでやると、何もついてない0、ド、キーが C ってことです。で、1つシャープがついてる調合を見たら、同じフレットのこの下の弦に、低い方の弦に行きます。そしたらキーが G メジャーで、2個、3個、4個、5個、6個、7個、これでマックスです。これでもう全てキーが分かります。じゃあシャープが4つついてましたって言ったら、0,1,2,3,4、ここはキーです。 E メジャーってことですね。こんな感じで、こんな感じで言うと、こんな感じですごく簡単に一発で分かります。では次、フラット系いきましょう。はい、こちらフラットマックス状態、7個書いてます。 1,2,3,4,5,6,7 個、これでマックスです。じゃあフラットのついてるこの順番はこんな感じになってます。一番最初に書かれるフラットはここ、こういうふうに、こういうふうにだんだんとこう段みたいになってます。シャープの時は1個1列3個並ぶとことかありましたけど、フラットはここから順番にこういうふうに山形に行きます。はい。で、またこれ何個ついたらキーが何かっていうのを指板上で表した表を見てみたいと思います。はい、こんな感じですね。今度はさっきは、ギターの5弦3フレット、あるいはベースの3弦3フレットの、ここの場所の、ドの音、これを0としましたけど、フラット系はギターでいうとこの6弦8フレット、
でベースの4弦8フレット同じドですけど、これをゼロのここからスタートしたいと思いますね。でフラット系なので、さっきもシャープの時言いましたけど、ここにはシャープ出てきませんよ。なんとかフラットで、C はもちろん何もついてないので何もついてないです。で F のキーは唯一なんとかフラットっていうキーじゃないんですけど、フラットがついてるキーです。はい、これわこれめちゃくちゃなった。はい、何もついてないゼロ、これはシャープの時と同じくゼロなので、キーが C の時ゼロで、こっからまた規則的に1個ついたら F、 2個ついたら B フラット、これちょっと変になってますけど、3個ついたら E フラット、4個 A フラット、5個で D フラット、6個で G フラット、7個、ここ B じゃないかと思いますけど、これ C フラットです。はい、動きとしてはここから、はい、同じフレットの高い方の弦で、ここから規則的に動きますね。こんな感じ、0、1、2、3、4、5、6、7個、7個ついてたらこれが中心の音で C フラットメジャーっていうキーで、例えば5個ついてたら0、1、2、3、4、5個、これは C シャープメジャーじゃないですよ、フラット系なんで D フラットメジャーっていうことになります。はい、いかがだったでしょうか。とっても簡単にわかると思います。でシャープとかフラットのまあ書き方とかどこからつくのかとかいうのはもうちょっと今回はなしで、もう調合をパッと見て、キーが何かっていうのをギターベースを使ってさっと分かる方法っていうのを紹介させてもらいました。で、一つじゃあマイナーのキーはどうなるんだって、今全部メジャーで言ってるんですね。でマイナーのキーはどうなるんだって思うと思うんですけど、それはちょっとギター、これはベースではちょっとやってないんですけど、僕の動画で、コードを一気に2つ覚える方法みたいなのがあって、そこで例えばシャープが3つついたと、0、1、2、3、あ4つにしましょう、ごめんなさい4つ、 こういう E のメジャーのコードができた時に、これの平行調っていうのがあるんですけど、同じシャープ4つのマイナーのキーを見つける方法は、こういう平行調っていう E メジャーの平行調はここにある C シャープマイナーっていうのになる、こういう方法をちょっと僕はその動画で紹介してます。まあそれ参考にしてもらうといいかなと思います。で、まあ例えばシャープ3つ、0、1、2、3、ここ。そしたらこっから3つ下がります。1、2、3、この距離。ここに平行調があります。これでもまあベースの人とかだったら1、2、3個下がる。で例えばキーの中心がさっきのまあこの E、0、1、2、3、4、ここから3つ、こういう感覚で下がってくださいね。半音、全音、ここに平行調のマイナーがあるので、E メジャーの場合は C シャープマイナー。まあ前の動画で説明してる方だとこういう感じでいけますけど、これでもいいです。こんな感じでまあメジャーとマイナー探してもらうといいかなと思います。まあ、とにかくこれ、ゼロっていうとこですね。フラットの時は6弦、あるいはベースの4弦、8フレットのとこにゼロ、何もついてないキー。で、シャープの時は、ギターの5弦3フレット、あるいはベースの3弦の3フレット、ここにゼロがある。0、1、2、3、4、5、6、7。で、フラット系はここにゼロがある。0、1、2、3、4、5、6、7。で、キーがすぐに分かるという方法でした。ご視聴ありがとうございました。